爆笑必至、怒涛の2時間。あの人気芸能人が騙し騙され騙し合う。問答無用の人気なきお笑い劇場。いざ開演。騙し合いまして、騙され騙し合うという完全無敵、史上空前のバラエティアワードでございますね。完全無敵な、ね、その騙し騙し合った割にはみんな笑顔でよかったわけありえけど、今日は長友です、よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速いきましょう。まずはこちらでございます。うわ、あの人やこの人がタイガーマスクに騙された。弱きを助け悪をくじく我らがヒーロー。あれ、いやー、そんな彼の正体は平成のリアクション王、出川哲朗。やっぱドッキリってのは結局ドッキリを散々かかってきた男じゃないと本当の仕掛けにならないわけだ。全くドッキリにかかってきてる男です。そんな出川がプロデュースする作戦は、ターゲットが部屋でくつろいでいると天井を突き抜けタイガーマスクが突如落下してくるというもの。早速天井の破れ方を見る。でも面白くないので、タイガーマスクには内緒でひたすらしてみました。タイツ熱いし、タイツ熱いんです。それではいこう。あの人やこの人がタイガーマスクに騙された。最初のターゲットはアイドル結城まおみ。怖い屋敷は。騙されるとはつゆ知らず油断しまくりの結城だが、彼女の頭上にはあいつが潜んでいる。そして、それは全然いいんだけど、騙されてもなお現場の問題点を指摘してくれる親切な結城。続いてのターゲットはボビー。なんか察知してる、うん、アンジェリカちゃん。道端アンジェリカちゃん。道端アンジェリカ、今絶大な支持を得ている人気モデル。本来なら決して交わることのない両者がついにご対面。怖いね。タイガーマス
紙やペーパー紙上。打ち合わせの様子をあのカメラで撮っていますっていうお話。ちょっとちょっとちょっと兄ちゃんほら頭だけ溶かすわ。ちょっと全然大丈夫です。撮っていける時間はありますか。あ、1分。なかなか2人揃って定位置に座ってくれない。すいません。5分後パーコ師匠が戻ってきた。宙吊りで待たされ続けタイガーマスク苦しそう。しかしまだ座らない。いいじゃん。本当に待っているのはこの男。つられっぱなしもそろそろ限界。そしてにも誰が来るかは秘密。はい、始まりました。俺に教えないパターン。出川さんのライバル。おえ、俺のライバル誰だ。動物だ。この手の勘は滅法鋭い出川。見事正解。トラがトラを襲う夢の対決。ほら出た。したのもつかの間。すっげー当たってる。イラス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 イング開始。危ない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 って。リアルタイヤリアルタイヤ。近い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 。ごめんなさい。ごめんなさい。近い。ごめんなさい。ごめんなさい。トラさん驚かせてすみませんでした。そしていよいよ最後の対戦相手。一体そこに待っていた超大物とは。いよいよ最後の対戦相手。前回がまさかの猪木さんだったからな。そう、前回のスパイダーマンでは猪木さんにアタック。出川はもちろんスタッフもたっぷり絞られました。俺の頭が残ったらどうすんだよ。はい、もちろんご存知です。果たして今回は誰なのか。猪木さんと同等のものっつったらやっぱアッコさん。ああ。朝勝利。まあまあまあ楽しんでいただいて。清原さん。あー怖い。 あるな。いよいよ対決の時。挑む相手はゴッド姉ちゃん和田アキ子か、あるいは各界のジャイアン朝青龍か、それともイカれる番長清原か。タイガーマスク、いざリングイン。アントニオ猪木 VS タイガーマスクラウンド2。そう、まずは猪木が行く。終わった。タイガーマスク早くもマスクを脱いだ。了解できないです。はい、すみません、開けてください。じゃあ俺を
落下するときは猫の手になってるんですよ。絶対これですよね。お鈴木じゃないか。そうなんですよ。なんで僕いて驚くんですか。生きてたんですよっていうドッキリですか。違いますよ。そんなドッキリしないんですか。さあ続いてはこちらでございます。うわ、 M1 ファイナリストスリムクラブがマジックで騙された。おー、仕掛け人は前田。騙されるのは内間。仕掛け人前田には内間に対してある思いがあった。それは M1 以降内間が変わってしまったということ。そうなんですか。昔はそうずっと常に緊張感のある顔だったんですけども、今はニヤニヤかその済ましてるかの2種類で余裕を醸し出してます、ね、緊張感のある内間君だったからこそお仕事もいただけるようになったのに、そこで変わっちゃったら元も子もないから。というわけで M1 以降完全に浮ついている内間を恐怖のどん底に叩き落とし、かつての真剣な眼差しを取り戻させようではないか。まずは偽番組で2人を呼び出す。それは芸能人がマジックを会得し披露するという番組。本番当日何も知らない内間が現場に到着。でもモンクレを着てさっさとモンクレを着たら俺だ。戻ってきましたモンクレを。前は薄手のパーカーだったんですけどモンクレを着てもどうでもいいわ。いよいよ偽番組のディレクターから今回のマジックについて説明。もちろん挑戦するのはうち。